okay, alright. こんにちは、パイケアチャンネルママです。今日はまたやっちまった動画撮っていきたいと思います。ついこの間のアマゾンプライムでポータブル電源を探してたんですけども、まあ噂ではジャックリがだいぶ安いっていうことで、まあ、チェックしてたけどジャクリが買えなくて他のポータで探してたところ、こちらのアンカーのポータでにたどり着きました。ポータブル電源はまあ欲しいなって思ってたから、ちょっとまあでも7万からまあ8万9万するから、そうそう手出されない値段やったからちょっと悩んでたけど、このプライムデーで79,800円、プライムデーで 20% 引き、15,000円引きの、さらにショップクーポンみたいなんで1万円引きやったから結局49,800円で買えました。こちらのアンカー800、かなりお得やと思います。ジャクリーも5万5000円ぐらいじゃなかった？確かジャクリーの700やね、あれは。700で5万5000円ぐらいで売ってたから、なんか数量限定ですぐ売り切れてた。あ、そういうことですね。ジャクリーは人気がある、やっぱり。まあでもアンカーも結構いろいろ調べたけど、しっかりした会社みたいなんでいいかなと思って今回こちら買いました。やってしまいましたね。予想外やったかな、あのアマゾンプライムデーで。全く興味なかったんだよね。そう、プライムデーちょっとなんかツイッターで盛り上がってたから覗きに行ったら、と思って、でもう早速いうか結構悩んだ末のアンカー800です。悩んだ末の、はい。いろいろ紹介していきたいなと。触りながらね。初めてこう説明書見ながらちょっと説明していきたいと思います。はい、じゃあ箱の中身こちら入ってました。まずこれ充電器、ポータブル電源から、電源に充電するコンセントと。電源からポータブル電源に、充電する充電器です。結構ごっつい、ごっつい、ごっつい、重いが入ってました、この箱にね。この水色のかわいい箱に、でこのちっちゃい箱に、いろいろ、これはタイプ C のコードがなんか2種類入ってます。 USB タイプと両方タイプ C ってこと、うん、両方タイプ C タイプ、両方タイプ C タイプ、タイプ C タイプ、なるほど。ここに、あ、ここになんかタイプ C 刺すとこがあるから、タイプ C からのタイプ C バージョンで、 USB からのタイプ C バージョン。これはシガーソケットの、これはこれはこれだから車からこれに充電できるんじゃないですか、ここでしょ多分。ああ、車のシガーソケットから充電できるそうです。いや、そうだと思います。いや、ここにさシガーソケットのこの差し込みあるから、うわ、なんかできるんかなと思って。そこ
え、でもこれこれ刺したらもうだってこれこれ こっからここに充電これはあ車から車からも充電できるみたいです。でこちら本体が例えばあのあれじゃないですか。エアマットとか膨らませる。おお。シガーソケット。はい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 。あほんならもうキャンプでプールの。あ行けますね。落とされた。おお。あとゴムボートとか。っていう話です。めっちゃいいよ。なんでもでなんか可能性が広がった。キャンプの可能性。キャンプのね可能性が無限大や。はい、電源入りました。 100% ですね。 100% に充電。今日のお昼前ぐらいかから充電してだいたい 3,4 時間ぐらいでいっぱいになったかな。はじめ20何パーなんか出した時は23パーぐらいあったけど、そこから 100% に充電しました。でここに USB ポートが4つあって、 Type-C の差し込みが2つあって、ここが充電のやつで、これソーラーパネルの差し込みらしいです。このソーラーパネル買わなあかんよ。いやでもソーラーパネルあったらもう無敵やんな。何泊でもいける。でここがコンセント、 AC コンセント差し込み口が2つ、 AC 電源2つついてます。でなんとこれすごいですよ、横のここ光る。これもう3段階ぐらいに明るさが点滅もあって、そう、はい、でライトはこのここも光るんです。これもほら暖色系のライトが1回2回3段階明るくなります。だいぶ明るい、はい、すごいです。災害の時だよ。うん、災害の時はほんまにいいと思う。ちなみにこの3つのボタンは何？これはあのここ充電器挿す時でしょ、挿してで充電する時に押す。あ、この真ん中を。そう、そしたら充電される、はいはい、ここちょっと実際にできるかやってみます。こちら私の携帯なんですけども、さす、で、あ、うわ、充電されたら勝手についた。充電されてます。お、ここつくんすね。うん、充電されてます、今。こう、電気が流れたら勝手にこう、青に光ります。で、今わかりました。このアウトっていうのが出てるってこと。そう、今、出力が10W。はい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 。すげえ。出てる出てる。これな、そうなっすけ。そこは充電が切れるまでの推定残り時間です。すごい変動すんな。なんか。うん、やっぱ推定やから。あの目安として。目安で見て68時間やで。一番右のボタンは何だ。あ、これだからあのここ差し込んだら、あ、それはここから出てるよって AC, AC 電源用の、そうそう、はいはいはい、AC 電源差したらここがついて
あ、今充電されてます、今あの出力してるよって、はいはいはい、はい、いうここまた青く光るはずです。なるほど。はい、じゃあ AC 電源の方も使えるかちょっとやってみたいと思います。昔使ってたノートパソコンでこれがつくのか。ついたらじゃあもうあれですか、キャンプ場でノートパソコンできるっていうことはあれですね、もうちょっといいノートパソコン買おう。もうええって、沼から抜けた、もういろんな沼に入っていってしまっているちょっとやってみます。よいしょ。あれな、ついた、押しますよ。はい、じゃあ電源入れてみます。ついた、ついた、つきました。あ、でも一気に見て一気に、ちょっと待って、一気にこれやばない？すごいな、ここはでも100のままやけど。うまい、どういうこと？こんな感じでいろいろ使えそうなものを買ってしまいましたけどももうすぐ夏やから私は電動かき氷を買ってキャンプ場でかき氷したいです。幅が広がるキャンプの選択肢の幅が。冬とかあのファミリーで行くとき電源サイトをやっぱり取って行くけど、それもせんでいいかもしれん。電気毛布使えるからこれでね。そう思ったらめっちゃ楽結構電源サイト探すんってしんどかったから、競争率も高いし、そう思ったらめっちゃいいもん買ったなって。電源サイトちょっと高いしめっちゃ得めっちゃ得いいもん買ったよね。そう思ったら夏も扇風機とか2台使えるよね、扇風機だからもうどこでも電源サイト、どこ行っても電源サイトっていう気分やねいやもうこれ持ってふもとっぱら行きたい。あとはソーラーパネルが欲しいソーラーパネルはちなみにいくらぐらい？いや調べてないけど、ずっと前ずっと前調べた時にだいたい2万以上するよね。うん、2万前後でした。あったらもう永遠、まあ、あれ天気のいい日じゃないとあれやけど、永遠の電源サイト永遠の電源サイト永遠に使えるよね。そう思ったらもう最高ということで、キャンプにも使えるし災害時にも使えると思います。思いますというか使えますいい買い物ができました。次のキャンプからガンガン使っていきたいと思います。そう、1年に1回のプライムデー、これはもう要注意要チェックです値引きがね、半端ないんで、一歩間違えると、ほんととんでもない沼かもしれません。まあでも、いい買い物でしたけど。今回の動画は、これで終わりたいと思います。少しでも参考になればいいと思います。じゃあ、また次回の動画で。会いましょう。パイティアママでした。バイバーイ